林軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5915人であり、2000年の6550人から9.7%減少した。軍庁所在地は田岡市であり、同軍で人口最大の町でもある。林軍は1876年に設立され、軍名は テキサス革命の軍人でアラモの戦いで殺されたと考えられているウィリアムリンにちなんで名付けられた。リン軍は州内に30ある禁酒軍の一つである。リン軍にはオドネル市にあり俳優ダンブロッカーの部屋があるオドネル歴遺産博物館とタホカ市にあるタホカパイオニア博物館の2つがある。 軍堺の標識林軍庁舎前の退役兵記念碑19世紀より前はアパッチ族とコマンチ族インディアンが抗原を徘徊していたが19世紀に入って何度かの軍事遠征によって追い出された1874年のレッド川戦争は白人開拓者にこの地域を解放するためにアメリカ陸軍がテキサス州のアパッチ族コマンチ族 カイオア族インディアンを排除し、居留地に押し込めようとした作戦だった。1877年、ノーラン遠征隊が、コマンチ族の無法者によって盗まれた家畜を捜索して、林軍を横切った。狩猟者によって、バッファローの群れが激減したために、白人開拓者が入ってくるまでに、様々なインディアン部族はこの地を立ち去っていた。1880年代初期。 羊と牛の牧畜業者が軍内で牧場を始めた。軍内に大規模な牧場が広がって状況は変わっていった。フォートアースの W.C. ヤングとイリノイ州のアイルランド系アメリカ人ベンガルブレースがガルザ軍北西部に借り込む牧場を設立した。1880年までにそれがリン軍まで広がってきた。ガルザ軍のスクエアコンパス牧場も 林群の中に入ってきた。1880年以後の20年間も人口の少ない牧場地帯のままだった。1880年に町はなく、人口は9人、1890年で24人、1900年では17人だった。その後農夫が入り始め、トウモロコシ、穀類、綿花を栽培した。 林軍は1876年に、ベア軍から分かれて設立されて設立された。1903年になって組織化され、他他の町が、軍庁所在地になった。20世紀の初めに、多くの新しい町が作られた。オドネルは、鉄道院トム J ・ J オドネルにちなんで名付けられ、林軍南部と同村軍北部の新しい農地に、開放するべく、 陶器事業として1910年に設立された。他他から13マイル北東のウィルソンは1912年に設立されて、テキシー牧場の新しく開放された土地に納付を誘致した。テキサス中央部にいた多くのドイツ人が、軍内の土地を購入し、小規模のドイツ系移民が始まり、1950年代まで続いた。20世紀初期は、 綿花栽培が反映した。農家は後に小麦やソルガムの栽培も始めた。さらに牛、羊、豚および鳥や七面鳥を飼育した。1950年に軍内で石油が発見された。1983年までの累計石油生産量は1061万2550バーレルになった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は893平方マイルであり、このうち陸地891平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.18%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。林群では、週刊新聞一紙、AM と FM のラジオ各一局、さらに、ラボック市のラジオとテレビが視聴できる。 他他で免許が降りている FM ラジオ2曲はラボック市に事務所があり林軍内で制作される番組はほとんどない。ありがとうございます。